日常演技の食うたにようこそ。さて本日の演技はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。どうも、みなあなたはお正月をいかがお過ごしですか？まあ仕事の種類によっては正月もないよっていうような場合もあるかもしれませんが、おそらく多くの方はいろいろ楽しまれているのでしょうね。あなたは何を楽しみますか？お年玉？それともゲーム？いや、ゲームは年中楽しめる。それともやっぱり食べることでしょうか？お正月に食べるものといえばお雑煮におせちにお餅だけど、ただお餅を食べるのもなぁと思っているのであれば、こちらいいかもしれませんよ。先日なんか面白そうなお餅を見つけましたので買ってみました。それがなんとこのご丁寧な紙包みの中に入ってるんですね。開けてみますと言いつつ、自分もまだ具体的にどんなものなのかは分かってないんですよね。はい、あれ、シュークリーム？そう思われたかもしれません。でも中を見てみると、おっと、ちょっと分かりづらいですけど、もっちりとした弾力を確かに感じます。この小豆とお餅が入っているんですね。なのでシュークリームではないんですよね。生地ではあるんですけど、どんなものなのか食べてみたいと思います。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。なんかありそうでなかった組み合わせといった印象のお菓子ですね。外側はサクッとしていて、中はもちっとしているのは当然、さらに優しい甘さが包んでいて、和菓子が好きな方も洋菓子が好きな方も楽しめるような、そんなお菓子になっていると思います。これは美味しいですね。外側のシュー生地はさっくりとしていて、中のあんこはしつこくない優しい甘さ、そこに弾力のあるお餅の食感が加わっていて美味しかったです。なんかコンビニとかで中に白玉が入ったどら焼きとかはたまにありますけど、それに近い感じではありましたね。でも外側はシュー生地なので、それらとはふんわりとした食感とはまた違ったサクッとした歯切れの良さがあったので、これが本当に良かったです。ふんわりよりも歯切れの良さの方があんことお餅には合うのかもしれません。まあ焼いたお餅と茹でたお餅でもまた変わってくるように、外側の部分もまた違った味を出していてよかったですね。というわけで、お正月に たまには食べる変わったお餅としてはとっても良いと思いますので、こちらのシュークリーム生地で包まれたあんころ餅でいいのかは5点とさせていただきます。なんかもう名前忘れたので申し訳ないです。それではアイスクリーム人形みたいよ美しと。アイスクリームが美しいってどういう状況なんだろう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、日常演舞の食卓にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。